テトスへの手紙第一章。神のしもべイエス・キリストの使徒パウロから、私が使徒とされたのは神に選ばれた者たちの信仰を強め、また信心にかなう真理の知識を彼らに得させるためであり、偽りのない神が永遠の昔に約束された永遠の命の望みに基づくのである。神は定められた時に及んで御言葉を宣教によって明らかにされたが、私は私たちの救い主なる神の任命によってこの宣教を委ねられたのである。信仰を同じゅうする私の真実の子テトスへ、父なる神と私たちの救い主キリストイエスから恵みと平安とがあなたにあるように。あなたをクレテに置いてきたのは私があなたに命じておいたように、そこにし残してあることを整理してもらい、また町々に長老を立ててもらうために他ならない。長老は責められる点がなく、一人の妻の夫であって、その子たちも不貧困の噂を立てられず、親不孝をしない信者でなくてはならない。監督たる者は神に仕える者として、責められる点がなく、わがままでなく、軽々しく怒らず、酒を好まず、乱暴でなく、利をむさぼらず、かえって旅人をもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、信仰深く、自制するものであり、教えにかなった信頼すべき言葉を守る人でなければならない。それは彼が健全な教えによって人を悟し、また反対者の誤りを指摘することができるためである。実は法に服さない者、空論に走る者、人の心を惑わす者が多くおり、特に割礼のある者の中に多い。彼らの口を封ずべきである。彼らは恥ずべき理のために教えてはならないことを教えて、数々の家庭を破壊してしまっている。クレテ人のうちのある預言者が、クレテ人はいつも嘘つき、たちの悪い獣、怠け者の食いしん坊と言っているが、この非難は当たっている。だから彼らを厳しく責めて、その信仰を健全なものにし、ユダヤ人の作り話や真理から逸れていった人々の定めなどに気を取られることがないようにさせなさい。清い人には全てのものが清い。しかし汚れている不信仰な人には清いものは一つもなく、その知性も良心も汚れてしまっている。彼らは神を知っていると口では言うが、行いではそれを否定している。彼らは忌まわしいもの、また不従順なものであって、一切の良い技に関しては失格者である。テトスへの手紙第二章。しかしあなたは健全な教えにかなうことを語りなさい。老人たちには自らを制し、謹厳で慎み深くし、また信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように進め、年老いた女たちにも同じように立ち居振る舞いをうやうやしくし、人をそしったり大衆の奴隷になったりせず、良いことを教えるものとなるように進めなさい。そうすれば彼女たちは若い女たちに夫を愛し、子供を愛し、慎み深く純潔で、家事に努め善良で、自分の夫に従順であるように教えることになり、したがって神の言葉が阻止を受けないようになるであろう。若い男にも同じく、万事につけ慎み深くあるように進めなさい。あなた自身を良い技の模範として示し、人を教える場合には清廉と謹厳とをもってし、非難のない健全な言葉を用いなさい。そうすれば反対者も私たちについて何の悪行も言えなくなり、自ら恥じるであろう。奴隷には万事につけその主人に服従して喜ばれるようになり、反抗せず盗みをせず、どこまでも心を込めた真実を示すようにと進めなさい。そうすれば彼らは万事につけ私たちの救い主なる神の教えを飾ることになろう。すべての人を救う神の恵みが現れた。そして私たちを導き、不信心とこの世の情欲とを捨てて、慎み深く正しく信心深くこの世で生活し、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神
私たちの救い主キリストイエスの栄光の出現を待ち望むようにと教えている。このキリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出して、良い技に熱心な選びの民をご自身のものとして聖別するために他ならない。あなたは権威をもってこれらのことを語り、進め、また責めなさい。誰にも軽んじられてはならない。テトスへの手紙、第三章。あなたは彼らに勧めて、支配者、権威ある者に服し、これに従い、いつでも良い技をする用意があり、誰をもそ知らず、争わず、寛容であって、すべての人に対して、どこまでも柔和な態度を示すべきことを思い出させなさい。私たちも以前には、無分別で不従順な迷っていたものであって、様々な情欲と快楽との奴隷になり、悪意と妬みとで日を過ごし、人に憎まれ、互いに憎み合っていた。ところが私たちの救い主なる神の慈悲と博愛とが現れたとき、私たちの行った義の技によってではなく、ただ神の憐れみによって再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて、私たちは救われたのである。この聖霊は私たちの救い主、イエス・キリストを通して私たちの上に豊かに注がれた。これは私たちがキリストの恵みによって義とされ、永遠の命を望むことによって御国を継ぐものとなるためである。この言葉は確実である。私はあなたがそれらのことを主張するのを願っている。それは神を信じている者たちが努めて良い技を励むことを心掛けるようになるためである。これは良いことであって人々の益となる。しかし愚かな議論と経図と争いと立法についての論争等を避けなさい。それらは無益かつ空虚なことである。異端者は一二度訓戒を加えた上で退けなさい。確かにこういう人たちは邪道に陥り、自ら悪と知りつつも罪を犯しているからである。私がアルテマスかテヒコかをあなたのところに送ったなら、急いでニコポリにいる私のところに来なさい。私はそこで冬を過ごすことにした。法学者ゼナスとアポロと急いで旅に着かせ、不自由のないようにしてあげなさい。私たちの仲間も差し迫った必要に備えて努めて良い技を励み、身を結ばぬものとならないように心がけるべきである。私と共にいる一同の者からあなたによろしく。私たちを愛している信徒たちによろしく。恵みがあなた方一同と共にあるように。